今日ははい、今日はノートのイパワーにタワーバーをつけます。はい、イエーイ。またオカルトグッズね。はい、物ちょうだい。転送転送ういし茶番なんだっけ。田辺、まあ、たった理由としてはこれが赤でなかなかいいアクセントかなと思って買っただけで、物はいいと思う。で、今ついてない状態のエンジンルーム、これ完全にタワーバーってやっぱりね、あれだから、アクセントパーツだから、ね、効果なんかねえから。ほら、こんな感じ。はい、ただのノート、ただのノート、世の中たくさん走ってるノート。はい、はい、で、これをつける感じですね。で、付属の取り付けボルト、これですね。で、このボルトナットなんですけど、回り止めナットなんで、こっち回しちゃダメです。ボルトの方から締めていく形になります。はい、付属でさ、ワッシャーここについてないってさ、どうなんですかね。おや、あるオプションの方にはさ、このワッシャーついてきてるんだよ。こうやってほらね、こうやって、はあはあはあ、締める側にねあるんだけど、こっちさ、回り止めナットでさ、締める側にさ、ないんだよ、ワッシャー。どうなんですかね、田辺さん。って感じね。だって付属してるさ、ストラットターバーもさ、こういうタイプのやつじゃん。ほんまや。何これ。ありました。ちょっと厚さ違うんですけど、まあないよりかはいいってことで。で、この辺からもぞもぞっと穴抜いたのが分かりやすいかな。届かねえなこれ。うまっ。もぞもぞっと、この、はい、入れるよ。減っちゃうよ。あ、硬いね。入った。すごい大きい。当たり前じゃん、 M12 だよ。M12 なんだから大きいに決まってんじゃん。よいしょ。説明書からもボルトは下からって書いてあるんで、まあ、物によって出し方とか違うんで説明書をよく読みましょう。中古品の場合は知らないです。はい、保証外です。保証外です。はい、で、なんかオプションのそのサイドのステーを取り付ける穴のボルトとかナットがあるんですけど、写真がね白黒で、しかもこれがどうついてるかがわからないです。いや、でもイラストあった気がするよ、どっか。イラストあった。イラストなくね、ほらナットだもん。多分こういうところからなんか強度があるとかそういうわけじゃなくて、ここの穴に届くようにっていう優しさですね、要するに。多分本当にそういうことです。いいぞ、田辺。あった。多分本当にそういうことですね。このここのボルト裏から絶対手じゃ届かなくて、こうやって田辺の専用のね、ナットでこうやってちょっと締めるために、見えるかな、見えないか、見えるね。こうやってこっち側見た方がいいかな。そうこうやってグリグリグリって、ちょっと見えない、自分の作業が見えない、失礼。それ以外考えられないんだよ。反対。
っちもこっちだね。すげえクリアランスだね。いや、ほんと見えねえ。フレームの中でゴムつけるよりも見えねえ、これ。マジで。ゴムつけるとき皆さんは電気つけますか？つけませんか？どう？よかったらコメント欄にそれぞれの。ちなみにター君は？つけない。いらねえ。つかねえよ。クズ野郎。だよ。一回カット入ってるけど、よかったらコメント欄にその辺書いといてください。自分のどうしてるかで、童貞の人は童貞ですって。よいしょ、よっ、 OK、 OK、 リグミ完成です。この辺にしっかり来るように固定してたね、後で。どう？いいね。さ、今何されてるんですか？え、マシジメです。あの、こう、今ね、ちょっと引いて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 設置してるの、さっき浮いてた。あの、オープニング撮った時ははい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 、浮いてて、で、あの、ある程度この辺の増し締めをするときに 1G の状態で基本ターバーとかやります。多分ね、多分参考になるか分かんないけど、止めるボルトがね、なんというかさ、愚痴になっちゃうんですけど、ダメだかね。そしたらもうそのケツ蹴っ飛ばしてやるよ。いいっすね、この VSE を触る日がまた来るとは思って。 VSE ってあの VSE？ そう、あの VSE、 VSE じゃん、飲みか。なんか落としたけど、どうしたの？ここにね、バッシャーがあるから落としやすいんですよね、仕方ないことですよ。仕方ない、仕方ないね。最強とんがりコーンだから。今頃このネタやっても続いねえか。ええ、ちょっとよくわかんないですね。え、僕はホモドキじゃないんだよ。兄貴が好きなんだ。無知か。無知、素人だもん。うん、素人だもんって言ったら、なんとなく許される気がする。うん、本当に素人だもん。素人だもん、航空中をたしなんでただけだもん。どう？まあまあまあ、これでね、エアクリ交換ができなかったよ。おめでとう。エアクリの交換ができなくなりました。まあ、その時の整備士さんに頑張ってもらおう。いや、でも簡単だよ。ここ緩めて、ポンパン。確か今月6ヶ月点検があったけど、まあ、とりあえず取り付けた時のレビュー、まあ、今時の車にしては簡単だと思います。特に邪魔なものもないし、まあ、一番ちょっとここね、引っかかっちゃうんで、工具を選びます、ちょっと。うんうん、走った感じは変わんないね。まあ変わんないかな。多分しばらくして外してみると効果実感できると思う。そんな代物なんで、あるとなら分かりやすいんだけどね。まあ見た目が変わっただけでも俺は満足です。鼻ベッド入ったし。田辺がいいかどうかは分かんないですけど、どうなの？分からん。
よいしょ。はい、しょきよ。しょきよ、しょきよ。はい、はい、はい。もう革命、反革命かっていうね、直面ある。完全鉄道紹介でしょ。鉄道紹介でしょ。鉄道紹介。そう。あ、なんとなく聞いてるけど鉄道紹介。でもいつもアウトだよ。